37歳会社員です。副業が解禁になったので何か始めたいと思い、無人セルフ脱毛サロンに挑戦してみたいと思いました。ひろきさんの脱毛ビジネスに関して思うことがあればぜひお聞かせください。そのなんか脱毛の機械がポツンと置いてある部屋があるみたいなことですかね。まあ、割とまあ、その、機会が高いもので、で、その、誰にも見られたくないから自分でやりたいという需要もあったりするので、まあ、ワンチャンありなんじゃないかなと思います。なので、やってみた方がいいんじゃないですかね。絶対うまくいかないという気もしないので、その、要はその、脱毛の機械の値段にもよるんですけど、その、で、例えばじゃあその、20万する機械、脱毛する機械がめちゃめちゃいいですと。で、なんか、皆さんが、そのなんか、高級サロンとかでやってもらってる、なんか、一施術2万円とか3万円みたいなやつ。で、あれと同じ機械が自分で使えますよ。でもなんか、1時間3000円ですとかになるんだったら、あ、じゃあ一回やってみたいなっていう人もそれなりにいるんじゃないかなと思いますけど、あ、脱毛サロンっていっぱいあるの？知らんけど。日本人はノルウェーみたいに教育がタダで、エレベーターすくい、なぜ日本はノルウェーみたいに小学校から大学まで無償教育にならないのですか？有料にしないと、どうでもいい私立のエフランク大学が残っちゃうんですよね。日本の場合って大学を結構形式さえ整えられれば作るのが簡単で、ただそのサイバーなんだっけ、サイバーなんとか大学っていうのがアメリカ、じゃあ秋葉原、違う、お茶の水にあったりとか、なんかちょこちょこ大学増えてるんですよね。っていう感じで、そので無償にしちゃうと、それをじゃあ税金で維持し続けますってことになっちゃうので、もうそこで働いてる人たちって一生食いっぱぐれないんですよ。ダラダラして何もしなくてもっていう、すごく効率が悪いので、でここで誤解しているのは、ノルウェーにも私立の大学は確かあるはずなんですよ、1個ぐらい。でそこは無償じゃないはずなんですよね。フランスも基本的に大学無償なんですけど、アメリカンスクールみたいな大学があって、要はアメリカの大学のパリ校みたいなやつがあって、で、それは結構学費高かったりするんですよね。なので、結局私立は高いよねっていうだけで、で、まあ日本の場合は公立もちょっとお金がかかるっていう話なんじゃないかなと思います。最近の Google 検索順位アップデートについてひろきさんの見解知りたいです。全般的に大手企業のコラムなどが優遇され、個人サイトが冷遇気味に、大手企業は信頼性が高く優遇されやすいのはわかります。ただそういったコラムは絶妙にかゆいところに手が届かない記事が多く、細かい部分まで解説する個人サイトの順位が下がり、探しにくくなりました。もっと細かい情報が知りたいのになぁと思うことが多々です。まあ、ただ、個人サイトの場合だと、すごくマニアックなものを検索したときに、すごい過去のものを載せてたりとか、なんかもう亡くなってしまった新聞記事とかをコピペしてるブログみたいなのが見つかったりするので、なので、多分検索の用語の使い方だと思うんですよね。なので、一般的な用語で検索しちゃうと大手ばっかり出てくるんですけど、どんどん絞り込んでマニアックな検索っていうのを、検索用語を入れていくと、割と今でも昔のなんかマニアックなサイトが引っかかったりするので、なので検索技術っていうか、検索エンジンに頼るんじゃなくて、検索エンジンに入れる単語をチューニングして、自分の目的のサイトに行く能力を高めるという方がいいんじゃないかなと思いますけど。29歳会社員です。 SNS を始めて半年で利益が1万円になりました。最近会社都合で所属部署が解体され、どの部署も所属しない社内ニートに、移動先を探してと言われ、複数の会社が用意したポジションと連絡したんですが、まだマッチしないです。本当は奈良早で脱サするため、今年1年は SNS 副業に時間を使いたいです。先月は全然足りないのにお金がもらい、副業で収益が出るので最高でした。どうしたら今のように社内ニートを続けられると思いますか？自分から辞めると言い出さない限り社内ニートは続けられます。多分それなりに大きい会社だと思うので、無理して追い出すとかって多分やらないと思うんですよね。で、なるべく新しいところにマッチングしてもらって、自己都合で転職してもらいたいっていう状況なんですけど、探してますっていう感じでダラダラして、なかなかマッチングしないんですよねって言い続けて、なんか定時で働いて帰るっていうのを続ければ。で、その間に副業がうまく育てばいいんじゃないでしょうか。以前新ニーサが始まるにあたり、積み立てニーサを始めるタイミングがあったものです。すぐですとのことだったので、そこで口座開設しました。ひろきさんのおかげで大人の階段登れてきます。背中を押していただきありがとうございました。はぁ。でも多分その1600円払ってるから、その突っ込んだお金の利子ぐらいもう飛んでますよ、きっと。
去年の5月にコメントをした早稲田志望の浪人生です。あの後頑張って英語と日本史で合格点を超えて、国語ではあとちょっとのところまで持ってこれました。残り3週間ちょっとで終わるので、最後にタックン頑張れと言ってください。受験の30分前に見るつもりです。ですね、タックン頑張れなんだけど、お前こんな、なんか YouTuber の放送とか見てんじゃねえよ。だって、もうあと来月3週間でしょ？勉強しろよ。なんで、だあの、せっかく受かりそうっていうところまで来たのに、なんでこんなん見てんの？だからほら、なんか僕が、その、たまたま決められた時間で毎週やってますとかであれば、それは見る可能性あるのに、不定期じゃないですか。多分だから、その、僕の放送以外にスマホを見て時間を潰してたんだと思うんですよ。ほんで、たまたまなんか僕が放送してるから、わーいってきたっていうので、もうスマホ見んな。だ3週間ぐらいスマホ電源隠して、アダプターも隠して、もうあの、勉強、ひたすら勉強するっていうのやった方がいいですよ。あの、ワンチャンで落ちるから。だからまだあの、合格点いってないと思うので、あの、ワンチャン落ちた時に何が原因だったんだろう、敗因だったんだろうって、1年間考える生活ってすごい不毛なんですよ。なのでもう絶対合格できるわってぐらいまで、あと3週間ぐらい頑張った方がいいですよ。中国、米国中堅大学でコンピュータサイエンスを学んでいるものです。就職先で迷っています。日本業界1位の大企業と日本初のグローバルスタートアップと、海外現地職をもうちょっと頑張るかどうしたらいいでしょうか。OPT は使えないので、海外で働くとしたらビザのスポンサーが必要になります。個人的には日本初グローバルスタートアップで権限積んでから海外だろうかなかなか出ます。率直なご意見をお聞きしたいです。OPT がなんで使えないのかわかんないですけど、で、海外現地職できるんだったら海外現地職した方が絶対に良いです。あの、日本は結局、給料が低いので、で、その、一回海外経験がある人と、一度も海外経験がない人で、やっぱり物事の見方変わるんですよね。で、やっぱ一度日本に入っちゃうと、割とその、日本の文化とか、日本の働き方とかっていうところに馴染んでしまうので、なので、できれば一回海外の生活、海外の就職経験をしてから、その、日本の大企業に行った方がいいんじゃないかなと思いますけども。要はあの、経験、そのまあ大企業多分あのそのアメリカの大学の場合って日本って中途扱いなんですよね。まあ9月に卒業するみたいなのがあって、なんで多分その日本そのこっちの現地で就職した後でも入ろうと思えば同じように中途採用でもう一回あの門戸叩いて入れてくれると思うんですよね。なので経験をするという意味でも一回アメリカで働いた方がいいんじゃないかなと思います。スパチャ代行業やウーバーで少し副業しているものです。サクジェンヌがひろゆき氏の恋人じゃないことは既にしてます。恋人という意味ではなく、代名詞 C という意味で彼女と書きました。サクジェンヌは今も昔も専業の削除人なのでしょうか？違いますね。削除人の仕事は給料次第では二社削除人の副業も始めようと思ってます。違いますね。残念ながら。はい。雀荘を始めようと思うのですが、一般的な雀荘のシステムだと絶対に儲からないと思ってます。ヘロクさんならどんなシステムの雀荘にしますか？なんか最近あの、換金しても合法だって言ってる人がいるので、多分あの、勝った人になんかその金が入っている商品がもらえるみたいなシステムにして、で、たまたまその金の入っている商品を近所の換金所に持っていくと、なぜかそれを買い取ってくれるっていう謎のシステムがあるみたいな感じで、麻雀やると儲かるっていうシステムをやればいいんじゃないですかね。りょうきさんこんばんは。仮の話で申し訳ないですが、もしひろゆきさんに二人子供がいた場合、一人とは楽しく良き交流が続いていて、信頼関係もある、もう一人とは完全に疎遠で全く交流もないという状態だったら、相続、かっこ聞くなどかあんまり考えてないどういうふうにしたいと思いますか？トラブルは避けたい、でも平等にという気持ちになるため、ひろゆきさんの冷静で最悪との考えよろしくお願いします。分けないですね。あの、金額を分けた時点で 100% トラブルになります。かけてもいいです。なので、トラブルを避けたいというのであれば、金額は同じにします。で、多分、その、遺産になる前に、別の何かを物として、その自分にが渡したいと思う方にいっぱい渡しますね。その、遺産でってなると、その、まあ、金額限られちゃうんですけど、今すぐ死ぬわけじゃないじゃないですか。だから、1年間の間に、そのなんか、あの、高級な換金性の高いものとかをいっぱい買って、それを自分のお金の方にあげて、でも死ぬときは、50-50 だから、で、疎遠の方は、多分、直前にいろいろあげたとかは、わからないと思うんですよ。なので、疎遠の方が、いきなり、ダーンって死んだときに、じゃあ、その、あの、なんか遺産も、そう、あの、50% だよねってなって、あ、じゃあ別になんか特別なことなかったんだなって、疎遠の方も思うじゃないですか。っていう形でやったらトラブルは少ないんじゃないかなと思いますけど。
フリーランスでグラフィックデザインを知っている36歳女性、コロナ融資で250万を借り、すべて使い切り、現在貯金がありません。仕事は会社経営の方との知り合いが多く、ある程度毎月30万ぐらい稼げてます。ただ必要なのかどうかわからない接待の飲み会すぎて、毎月あまりお金が残りません。頑張ればもう少し稼ぐこともできると思うんですが、性格上あまり欲がないのでお金足りません。どうすればいいでしょうか。多分ご自身をきちんと理解できてないと思うんですけど、あまり欲がないではありません。あなたは欲が深いです。欲が深いので接待や飲み会をしてしまうんですよ。要はそこに何か意味があるんじゃないかなとか、ワンチャンあるんじゃないかなっていう欲があるから行くわけで、金がないんだったら行かない方がいいです。はい。でどうすればいいですかは、接待とか飲み会をしないだってそもそも毎月30万の売り上げしかない人って接待してどうすんの接待される側ならわかるんですよ。なんかもともと50万円ぐらいの仕事を30万円でやってるから、いやいつもありがとうねって接待されるのわかるんですけど、たった30万円の仕事でなんで接待する側なの、意味がわからん。20代男です。私の友人が消費者金融詐欺に遭い400万円背負ったらしく、家族が揉めてると相談が来ました。友人の家族は詐欺被害の窓口内に相談、対応を求めたいらしいのですが、友人は弁護士や業者に債権譲渡している、楽になりたいと言ってるんですが、私は何もわからないのでお願いします。またもしゆるゆきさんが消費者金融詐欺だった際どうしますか、気になります。多分何か隠し事をしてると思います。そのご友人はよく金融詐欺にあったのではなく、多分なんか使っちゃったんじゃないですかね。本来であれば普通に詐欺なんだから警察に行こうで終わりなんですよ。でも多分何か儲かるとか、なんかキャバクラで使ったとか、何らかしら警察に行けないようなことがあるので、なんか債権譲渡とかなんかよくわからないことを言い始めてるっていう状態だと思うんですよね。なのでその人を信用しない方がいいんじゃないかなと僕は思います。はい。なので、もし僕が詐欺にやったら警察に行きます。以上です。スパチャが流れてしまったので再度投稿します。10歳の息子が言語 IQ150 のギフテッド、処理速度80のデカボト強め、過集中多動を持ってます。公立小学校、動画カクカクやで、マジで。お、ついに、ファンの速度を上げてみました。はい、こまめに止まる。すいません。スパチャが流れてしまったので再度投稿します。10歳息子が言語 IQ150 のギフテッド、処理速度80で小言強め、過集中多動を持っています。公立小学校がワードにフリースクールも併用して通ってます。これからシングルマザーになりそうなので、息子をアメリカに送り込む金銭的ようなそうです。中学は NH を抱えています。どう彼の才能を伸ばし進学させ仕事で自立できるようにさせていくアドバイスをください。 N 校を N 中やめた方がいいんじゃないかなと思うんですけど、公立小学校が合わずという部分が、ちょっとまだ明確ではないので、なんとも言えないんですけど、日本の場合って、すごく特殊な食える能力で才能を発揮してくれれば、人と全く接点を持たずに生活可能なんですけど、残念ながら、日本の場合は、人との接点をうまく持ってやらないと食えない仕事ばっかりなんですよね。なので、なんか理系のプログラマーですとか、なんか絵描くのめちゃめちゃうまいですとか、漫画描きますとか、なんか能力があればいいんですけど、ただ言語 IQ150 って言語が得意だよねっていうだけだと、人とコミュニケーションをすることで言語って意味があるので、だからせいぜいなんか通訳翻訳をリモートでやるぐらいな感じで、そんなに儲かる仕事にならないと思うんですよね。なんかすいません、動画カクカクで。なので人付き合いの苦手な部分をいかに解決するかっていうところで、自分のその感情なりのコントロールを覚えてもらった方がいいんじゃないかなと思うんですけど、お、ブツブツしてます？ブツブツ続いてます。聞こえない、カクカクしてる、入ってこない。とりあえず動画になってると多分普通に聞こえる感じになってるので、そのままとりあえず今あるのを見てます。で、じゃあよいしょ、こっちは答えられないって出してきます。大阪芸大の通信教育部音楽科、本年度から元ビクターの勤務の方がいらっしゃるそうなんですが、良いところでしょうか、行ってみようか考えています。全然わかりませんいや別に大阪芸大についてもほとんど知らないのと、ビクターにいた人が誰なのかも全然知らないのでわかりません。なので
高瀬は多分大阪芸大の人ってツイッターとかでいると思うので、大阪芸大であのツイッターで検索して出てくる人に、あの芸大の学生生活どんな感じですかっていうのを聞いてみるといいんじゃないかなと思います。250万くらい日本の銀行口座に置いてきました。ひろゆきさんも以前からおっしゃってましたが、アメリカのフリーインベスティングというチャンネルでも日本がやばいと言ってました。価値がなくなる前に使い切るには、いつ頃までに使い切った方がいいですか？別に使い切らないで両替すればいいんじゃないですか？はじめまして、今年21歳高卒の地方公務員です。今年度中に転職を考えていて、行ってみたい業界は営業か IT 業か、将来的に IT コンサルへキャリアアップできるところに就きたいです。で、そこでひろきさんに質問なんですけど、営業対企業かエンジニアプログラマーを目指す前段階にそれぞれ取っておくとおすすめな資格はあるか、またそれをもそも大卒資格を取った方がいいのか教えてほしいです。お願いします。大卒資格を取ってください。未経験で IT に行きたいですっていう願望はわかるんですけど、未経験の人を入れるような、まあ、IT 系の会社ってろくなところじゃないんですよね。なので、アプリ作れるようになりましたって言って、そのサイトこれ僕作りましたとかアプリ作りましたっていうのがあるのであれば、まだ評価されるかもしれないですけど、でもとりあえず転職っていうのを考えるのであれば大卒になった方がいいと思いますよ。人生長いんで。こんばんは。無能すぎて仕事が終わらず、0時過ぎまで残業して、さっき家に帰ってきました。ポンタンお疲れ様って言ってもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。ポンタンお疲れ様でしょう。僕もそろそろお疲れ様でしたと言われると思います。先ほどからデスパチャしてしまいました。最近の電気代高騰により、太陽光発電&蓄電池で電気代操作を考えてます。可能でしょうか？関東済みです。今後電気代はどこまで上がるのでしょうか？堀江さんみたいな当たり前な電力対策は何の役に立ちません。すみません、僕は堀江さんの電力対策が何かわからないんですけど、電気代高騰でそのなんか個人のアイデアや何らかしらの手段でなんとかなるんだったら、世界中の電気代こんなに高騰しないです。なので基本的にはもう一般の人ができるようなことはあんまりないと思って、ひたすらお金を稼いで無駄遣いをしないというのになるんじゃないかなと思います。映像ごとカクカク、多分ねこれね動画になれば大丈夫なんじゃないかなと思ってます。はい。こんばんは。ひろきさん、ひろきさん、キックボクシングと剣道を習ったことがあるのを認識しています。ひろきさんの武道歴、格闘技歴を知りたいです。私の妄想の中ではひろきさん田代正史 VS 堀江貴文さんガーシーさんの試合が行われています。ひろきさんライブやご出演のアベプラ、日経テレ東大学を見ながら超好きなものを飲むのが生きがいです。オロナミン C が一番好きです。オロナミンマーシーも発売されてほしいです。剣道部を中学の時にやって、で高校はトレーニング愛好会で、で大学で1年間キックボクシング愛好会に行ったっていう感じですね。スペイン在住20年の47歳の女です。9月から日本に住むことになりました。トイックスコア725、スペイン語で DLE スコア B2 です。スペインではサムライチューハイという自社ブランドチューハイを日本食市場による会社を起業して営業して5年経ち軌道に乗りました。この経験と資格で雇っている会社はあると思いますか？資格と経験があっても高卒です。日本に住むのが確定であれば、多分スペインに食品を卸しているような会社とか、ヨーロッパに食品を卸したいよねって言ってる会社とかだったら全然いけると思うので、なので結構引く手あまたなんじゃないですかね。日本ってその物売れてもそんな高く売れないんですけど、まあヨーロッパは一応物価が上がり続けていて、で売り上げも上がるだろうっていうことでヨーロッパ進出したいよねっていう人とか、あとなんか日本が EU となんか経済なんか協定を結んでなんか貿易しやすくなるみたいなので動いてるはずなので、なので今後やっぱりヨーロッパはありだよねっていうのは今後も増えるんじゃないかなと思います。巻き戻し推奨、巻き戻すと聞きやすくなるの？試してみようかな。ああ、そっかそっか。あ、そういうことね。ああ、巻き戻し推奨だそうですよ。っていうのを、これ書いてみよう。巻き戻し推奨。この巻き戻し推奨って書けばいいのかな？これでどういう？はい。それで巻き戻し推奨っていうのを書きました。これは多分巻き戻して、こう、なんとかなる人が増えるのかなと
まあでももともとスタート時点でなんか12秒くらい遅れてたんですよね。なので多分まあ僕のその PC の問題もあると思うんですけど、YouTube の問題もあるんじゃないかなと。動画テロがなくならない。あ。なので、まあ僕のせいでの部分はそれなりにあるとは思うんですけども、僕のせいじゃないというのをちょっと押してみようかなと思って言ってました。休日朝から晩まで Uber で稼いでるものです。休日の有無にもよりますが、Uber より儲かるなら2ちゃんの削除に普及を始めようと考えています。労働形態、受給など知りたいです。お金払ってないので Uber の方が儲かると思いますよ。日本から若者が海外に出稼ぎするとか、いろいろ日本はどうなっていくのかなって不安に思います。私は特別永住者で日本人のように育った韓国人です。兄弟はほとんど帰化しています。大学生の子供たちのために帰化すべき場所が広くさんどう思われますか？韓国のパスポート、韓国ですよね。北朝鮮だと微妙なんですけど、韓国と日本ってどっちのパスポートでも世界中いろんなところに行けるんですよね。で、確か世界で一番多くの国に行けるパスポートが韓国で、次が日本だったと思うので、そういう意味で海外に行くのであれば、全然どこ行ってもいいんじゃないかなと思うんですけど、で、もし僕がその立場だとしたら、韓国のパスポートを保持したまま日本に帰化して、韓国と日本国籍の二重国籍になると思います。一応日本って二重国籍は禁止というか、その国籍を捨てる努力をしなければならないという、規約になってるんですけど、国籍を捨てる努力をしてればよくて、別に二重国籍になってはいけないっていう法律はないんですよ。なので、例えばそのブラジルみたいな国籍を捨てられない国っていうのもあるので、なので、その帰化しますっていう時に、その帰化の、じゃあその国籍を捨てるっていうのをちゃんとなんかやってくださいねって言われるんですけど、捨ててる最中ですって言うと割といけるんじゃないかと思うんですけど、その帰化手続き自体僕知らないんで、ひょっとしたらなんか詰められるのかもしれないですけど。なので、二重国籍にした方が子の選択肢は増えるんじゃないかなと思いますけど。で、日本国籍を捨てるのはお勧めしないです。まあ、そのコロナ禍とかでもあったんですけど、その日本国籍を捨ててアメリカ国籍を取りましたみたいな、アメリカ人と結婚して、そのアメリカ人の国籍としてアメリカ国籍を取って、で、そのためにそのなんか二重国籍ダメって日本はなんとなく言ってるから、とりあえず日本捨てちゃいましたっていう人って、その日本帰ってこれなくなるんですよね。まずコロナ禍とかでも日本入れなくなるんですよ。コロナがあっても日本人は必ず日本に入れるんですけど、その日本で育って家族が日本にいたとしても、日本人を捨てた人はもう日本人ではないので、あなたはアメリカ人です。だからコロナ禍は一切入れませんっていうのが日本なんですよね。で、そのじゃあお母さんが病気です、看病しなきゃって言っても、あなたはアメリカ人なので3ヶ月以内に日本から出てってください。出てかないんだったら不法滞在です。で、不法滞在になった場合は、次回アメリカから日本に入ろうとした時には、入管で不法滞在者ということで入国させないという手続きを取りますっていうのをやるんですよ。では日本人で育ってるし、親戚家族もみんな日本人だし日本語喋れるから、国籍という紙っぺらなかったとしても日本人として扱われるというふうに日本をすごい期待しちゃってる方結構いるんですけど、日本国籍をした瞬間ただの外国人なんですよ。元日本国籍を持った外国人っていうだけで普通の外国人扱いになっちゃうんですよ。っていうのがあるので、その日本に親戚がいるとか、日本に今後住む予定があるとか、その友達にちょくちょく会いたいとかっていうのがあるのであれば、僕は日本国籍を捨てるというのはやめた方がいいんじゃないかなと思います。クラフトビール醸造所を始めました。ひろゆきさんに飲んでもらうにはどこに送ればいいですか？まあ、なんか、ブラジル社に送ってもらったものを持って帰ってきて飲んだことはありますけど、はい。私の旦那は前妻の子供36歳の独身のハザコン娘がいて、性格も全て自分正しい、しきる意見しても受け止めず自分の言い分を押し通す人。ハザコン娘の父親への執着が強すぎて、再婚相手の私にも嫌なことを言ってきて、旦那との夫婦関係もうまくいかなくなりました。ハザコンって一生治らないと思いますか？治らないんじゃないですかね。結局治る人もいるんですけど、治らない人もいるっていうパターンで、で36歳って、もう性格変わんないと思うんですよね。まあ、20歳ぐらいまでだったら状況によっていろいろ性格が変わる人もいるんですけど、やっぱりその、40ぐらいから人は性格はほぼ変わらないっていう、ごくたまに変わる人もいるんですよ。でも基本的にはもう変わらないと思います。
なので、変わらないという前提で付き合った方がいいんじゃないかなと思います。渋谷で有名な焼肉屋さんのオーナーが YouTube でワイドショーを始めるみたいです。数回で終わるフラグが立ってる気がしています。ゆうきさんがリモートでたまに出演したアベプラみたいにゲストやネタに突っ込んで詰めてもらえると少しはずのことなので、オファーがあったらよろしくお願いします。あれですよね、宮迫さんですよね。あ、やるんですね、ワイドショー的なやつ。なんすかね。テレビのワイドショーって面白くなくていいんですよ。日本にいるときにこうテレビをつけてワイドショー的なのみたいですけど、まあその箸にも棒にもかからないどうでもいいことを言ってなんか時間が過ぎるということで許されるんですよね。でたまたま見てたときに深川亮さんが言ってたんですけど、その防衛費が増えるということは防衛力は上がるんですよねみたいなことを言ってて、防衛力を上げるというのは正しいと思うので防衛費が増えるのは賛成ですみたいな言い方をしてたんですよ。で、僕、ちょっと前に、要はイージスアショアみたいな、何千億円使っても防衛力全く上がらない、どうでもいいものの話したじゃないですか。で、その防衛費が上がるということと、防衛力が上がるは、実はイコールではないんですよ。で、その、じゃあ、日本が、その、お金があった時に、それを正しい目的に毎回使う政府なのか、それともどうでもいいものに使うのかでいくと、例えばコロナ対策費っていう形で、新潟かなんかで、なんか、イカのオブジェ作ってるんですよね。なんかね、すげえでかいイカのオブジェ。で、あと、千葉かなんかも、なんかビルの照明とかを新しくしてるんですよね。で、佐賀県かなんかで空港を新しくして、なんか絵描いたりしてるんですよ。これ全部コロナ対策費なんですよ。っていうのがあって、要はその、お金だよってやると、そのお金を適当なことに使うっていうのは、割と日本はやりがちなんですよ。っていうのが分からないし、それを突っ込まないっていう人たちが、まあ、要はその、日本政府っていうのは、与えた通りに正しく金を使うわけじゃねえぞっていうのを分かってないし、そのコメンテーターを誰も突っ込まないっていうのが、あ、すげえ平和だなって思ったんですけど、で、ただそこで突っ込むっていうので面白いと思うのが多分インターネット文化なんですよね。なので、今日僕、アベマプライムっていう番組で、またコメントをするっていうしょうもないことやってたんですけど、で、割とその一般のテレビのコメンテーターでは言わなそうなことを僕は割と言うようなタイプなんですよ。だその、例えば今日で行くと、LINE と Yahoo が統合になって、で、なんかこれからどうなると思いますかみたいなので、で、割とその IT ジャーナリスト的なことを言ってる人のをやたらに否定するっていうのと、いくら期待したとしてもあんまりいいことにはならないと思いますよ、みたいな、割と冷たい話をしたんですよ。で、本来であれば多分 IT のことってわからない人がほとんどなので、なんかいろいろ便利になるといいですね、庶民のが便利になるといいですね、とか、なんか日本の会社がうまくいくといいですね、みたいなことになると思うんですけど、うん、そうならんよっていう話をしたんですよね。っていう、そのなんか、まあもちろん僕が間違ってる可能性もあるんですけど、ただ少なくともその、僕が言ってることはそれなりに根拠があって、その根拠も説明したんですけど、っていう感じで、その一般的にお茶を濁すというのをやらない方がインターネットって割と受けるんですよね。っていうのがあるので、その厳しいことを言えるかっていうのでなるんですけど、その厳しいことを言ったり敵を作るような発言をするというのを宮迫さんやっちゃうと、多分もっとファンが減るだけなんですよね。いや、その僕はその変わったことを言うんですけど、少なくとも IT に関しては専門家なので、その敵を作ったとしても、でもこういう論理だよって言うと、まあしょうがないよね、確かに言ってること一理あるよねってなるんですけど、宮迫さんがそれ言ってもお前芸人なんだから何言ってんので終わっちゃうので、多分そのちょっと見た目を面白がるとか、なんか誰かを落として笑いにするぐらいで、それ以外はそのなんか無難なコメントをせざるを得ないと思うんですよ。だって客商売じゃないですか。なので、なんかちょっと難しいんじゃないかなというふうに思うんですけど、まあ、とはいえ、やりたいんだったら頑張ってください。はい。こんばんは、友達の須藤和也くんが今度ブレイキングダウン出るので、須藤和也くん頑張れって言っていただけると嬉しいです。ブレイキングダウンは多少関係者ではあるので、無責任ではないの、完全に無責任なのであれば、僕誰でも応援できるんですよ。何々さん頑張るみたいなのね。
でもその一応関係者的なポジションにいるので、特定の選手を頑張れって言った場合って、それはなんか贔屓してるとかで、たまたまなんかそのマッチングの状況とか、なんか審判が変なことやっちゃった時に、ほらやっぱり贔屓されてるじゃんみたいなことになる可能性があるので、なので基本的にはそのなんかどこかその選手を肩入れするとしたら、面白いやつだけです。こいつは面白いから好きだよねっていうのが、僕が本心から言える人は全然いけるんですよ。だその頭がおかしいから見たいとか、でもそれよく知らない人をとりあえず頑張れって言うっていうのは僕はちょっとできないです。すいません。うんこ食うとかだったら応援しますよ。あ、でもな、それで本当にリング上でうんこ食われたら僕のせいにされるからやっぱりやめてください。すいません。はい。あ、だから僕、醤油にきの話をちょこちょこしてるんですけど、頭おかしいじゃないですか。その、オーディションでこれから戦うぜっていう時に、こう頭から醤油かぶって、しかもその醤油が目に入って視力悪くなってるんですよ。だからそういうね、体に支障をきたすレベルの頭の悪さっていうのは、やっぱりなかなか真似できないんで、そういうのは好きなんですけど、はい、すいません、すいません、はい、すいません。こんばんは。仕事のできない社会不適合者23歳です。会議で書記をするときや上司からの大事な内容をメモを取るんですが、何が大事なことなのか明確にすることができません。できるものもあるのですが、話が飛び飛びで単語だけメモを取っていたり、多く話の内容まで詳細も述べてなくて、上司に君はどう思うと聞かれたときに、もしお願いしますと聞かれてしまう。回答が剣断ずれの回答をしてしまうことが多いんですが、何か改善できることありませんか？メモするのをやめてください。多分、物事を聞くのと、それを書き落とすっていう両方ができない人なんだと思うんですよね。要は言われてる音を文字にするっていうのをやってるだけで、そこはできるんですけど、内容を頭に入れてそれを判断するっていうのが同時にできない人です。なのでメモを書いてはいけません。で、ただ記憶力も悪いのだと思うので、なのでやるべきことは音声メモです。要はその僕頭が悪いし、メモしてしちゃうと、もうその話の内容が理解できなくなるので、録音しますって言って録音して話を理解するようにしてください。で、わからないとこは後で録音聞き返しますって言えば、いくらでも何度でも再生すればいいので、なのでメモをするというのはやめてください。頭がいい人は話の中でここの要点をこうつまんどこうっていうので、その要点のところだけメモするっていうかできるんですけど、まだ頭が悪いので何をメモすべきかがわからないんですよ。で、そうすると、とりあえず大事そうなものを全部メモしようみたいなことになっちゃって、物事を考えるんじゃなくてメモをすることが目的になっちゃうんですよね。ってなるので、メモをしないっていう方向でいくんじゃないかなと思います。CS、弟に困ってます。少し働いても年金払わず、実家にいて母を脅してお金を取ったりします。そのくせ態度もひどいです。少し母も弟に過干渉です。母は心臓がこの頃悪化しており、距離を取らせたんですが、どうしたらいいでしょうか。母を呼び寄せたいんですが、地元を離れることを嫌がりもします。お金が潤沢にあるわけではありません。アドバイスをお願いします。弟が嫌いなんだと思いますけど、弟に毎月お金を払うようにしてください。で、母親に迷惑をかけたらこの小遣い止めるぞっていうので、今働いてないと思うので、月に10万ぐらい渡せば、多分弟さん実家にいると思うので、普通に遊んで暮らせると思うんですよね。で、毎月10万これからもらい続けて、母親に一切迷惑をかけないのと、母親に迷惑かけてこの10万飛ぶのどっちがいいっていうと、多分迷惑かけないようにすると思うので、で、母親に頻繁に連絡取って、弟がアホなことしてないかどうか確認するといいんじゃないかなと思います。坊主頭ですが、生え際が日々上がっていきます。髪を伸ばしてごまかすべき。どうなんすかね。でも中井くんとか結構ちゃんと生えてるから、科学技術でなんとかなるんじゃないですか。怪我とは無縁だった人生でしたが、この間初めて手術をしました。その際に、高額治療費制度の保障額が年収によって変わることを初めて知りました。この国は命の金額まで差をつけていることに唖然としました。こちらは睡眠時間を削って努力をして稼いで多額の納税をしています。どこまで無能な弱者を優遇するんですかね。高額治療制度はお金がない人からそこまでお金取ったら病気が治った後に生活が立ち行かなくなるよねっていうために上限を決めてるんですよね。なので、一応それぐらい年収があったら、生活立ち行かなくなるわけじゃないよね。だから払ってくださいっていうモデルで、別にその、いっぱい働いた人だから、なんかこう、いっぱい取ろうっていうわけではないんですよ。治った後生活できなくなったら、それはそれで困るよねって話なので、なので、言わんとすることはわかるんですけど、そこはちょっと、その、高額医療制度がそもそもどういう目的、高額治療制度がそもそもどういう目的なのかっていうと、しょうがないんじゃないかなと思います。なので、生活保護を取ると治療費タダです。そのお金のない人から、
その要は生活保護っていうのは生活最低限のお金だけを渡すっていう仕組みなので、病院の費用を払ったら生活最低限のお金も減ってしまう。要は例えば生活最低限が家賃も払って12万円ですっていう、なんか東京都渋谷区とかの場合だと、そこで治療費で2万円取ったらもう2万円生活足りないじゃんと。なので貯金できないギリギリの額を出そうっていうのが生活保護なので、治療費はタダになるっていう、そういう仕組みなんですよね。なのでまあ僕はベーシックインカムの方がいいんじゃないかなとは思ってるんですけど、一応日本はそういう制度なので、まあ仕方ねえんじゃないかなと思います。はい。なんかその昔はあの年収1000万円以上の人を名前出すっていう制度があって、でそれがまあ泥棒が入るから良くないよねみたいな、なくなっちゃったんですけど、ただ一応その長者番付に乗るというのがある種の名誉ではあったので、そこでなんかあのさすがだよねと褒められるっていう部分もあったと思うんですよね。で僕その長者番付がなくなる前に面白そうだから長者番付に乗ったことがあるんですけど、なんかすげえうさんくせえオークションのなんかあのカタログとか送られてくるんですよあのその僕その頃20代だったんですけど、あの絶対そんなん興味ないよねみたいな、なんか謎のそのなんかね、着物とか反物とか壺とかのなんかオークションのカタログとか、いやその金持ちで住所はここだぞって書いてあるから、もう多分絨毯爆撃で送ってくると思うんですけど、っていうのが来るから、まあそれはそれで面白いなと思ったんですけど、まあそういう感じで DM がいっぱい来るから嫌だっていう人もいると思うんですよね。ユニセフがね、すげえいっぱい送ってくるんですよ。あ、1個でいいじゃんね。もう分かって、ユニセフ来たの分かったよってなるんですけど、なんかね、5通とかなんかね、すげえ来るんですよ。定期的に来るんですよ、ユニセフが。いやいや、知ってる。お前ユニセフ知ってるしって言うんですけど、っていう感じです。はい。やる気のある優秀な学生を支援したら良いと思うのはなぜですか？やる気のある優秀な学生は支援しなくても自分で道を開いていきます。本当に支援の必要なのはやる気もない能力もないどうしようもない方じゃないでしょうか。実際能力がある方より能力ない方の方が多いです。そういう方たちを少しでも良い方向に持っていけたら良いと思います。一生懸命頑張ってる方は頑張ることができる能力を持ってるんです。頑張るのは損ですか？あの高校までと大学までで考え方は違うと思います。で本来日本の法律だと中学までと中あの高校以降っていうのが別っていう考え方だったんですけど、まあ、要はその中学卒業まではやる気がない能力の低い人でも同じように勉強できるように必死で教えます。でそれはタダでやります。教育費として日本政府が負担します。まあ、私立はですねっていうので、でただ高校とか大学というのは高等教育ですと。で、まあ、その、まあ、日本の法律を置いといて、今は多分大学からが高等教育なんですけど、今その、大学になぜ行くのかというと、じゃあ新しい科学技術を発明しますとか、じゃあその薬学とかで新しい薬を作りますとか、エンジニアになって新しいシステムを作りますとか、今その、大学とは何のためにあるかっていうのは、本質的には大学は、今まで見つかってない知識、知恵、資料などを見つけて、人類の知識、知恵、資料を増やすという組織なんですよ。なので、そこに満たない能力の、その、要はそこで、例えばじゃあ、そのエンジニアになりたいです。英語読めません。ほぼ無理なんですよ。で、お医者さんになりたいです。算数わかりません。だから、あの、注射器も 何ミリリットルったらいいかわかりませんとかもやばいじゃないですか。なので、高等教育である大学というのは、やる気のある人を伸ばして、優秀な人にその成果を、その、日本だったり人類に還元してほしいという組織なので、その、頑張っても頑張っても英語がわからない頭の悪い人をレベル上げようという場所ではないんですよね。なのでそこの違いというのをなんか割とごっちゃに考える人がいるんですけど、なのでその高等教育とその義務教育、まあ僕は高校までももう義務教育なんじゃねえかなと思うんですけど、なのでその義務教育と高等教育っていうのは意味が違うよねっていう。で、あの専門学校がまたちょっとややこしくて、あの遊びたいだけの人たちの専門学校と、その大学まで行かなくてもいいけどある程度の技能がある人がやってくれないと困るよねっていう専門学校の2種類があるんですよ。例えばその看護師の専門学校って、要はその人間の体に注射を打つわけじゃないですか。なんかその首の動脈とかにいきなり注射打ってブーって血出てとかになったらやばいじゃないですか。だからその人間の体に注射を打つのであれば、その医療系の専門学校を卒業してくださいね。それが卒業できない人は人間の体に注射を打ってはいけませんよとか、まあ歯科衛生士とかもそうなんですけど、っていうその専門学校は国家資格を取るための専門学校として必要なんですよ。ただあの声優になろうとか YouTuber になろうとかは、あの趣味でバカを騙して金を巻き上げる組織なので、それは完全に趣味なので、そこに僕はあのなんかお金をこうなんか税金とかで入れるのは違うんじゃないかなと思ってます。ニューヨークタイムズの成田さんの記事。まあ、一応読んだんですけど、そのニューヨークタイムズに載ってるというだけで、書いてる人日本人っぽいんですよね。まあ、なんか、
が外国の名字で日本語っぽい名前だったので、そのなんか外国の人と結婚した人なのかアメリカ育ちか分かんないですけど、まあそのニューヨークタイムズの東京支局にいる日本人の2人が書いた記事ということで、なのでなんか特に目新しい情報とか話があんまりないんですよね。要はなんか日本の中でこういう風に言われてますよとか、なんか日本の中ではそのホリエモンとかひろゆき西村という人と同じようなポジションだよみたいな、なのでなんかあんまり新しい情報はないなというところで、まあ一番最後にあの MIT、 あの元々成田先生が MIT 卒業なんですけど、 MIT の時のそのなんか先生にあたる人、成田さんが教え子にあたる人がなんかあのその研究以外のところで時間取られてるのがもったいないなみたいなこと言ってて、まあ僕もそう思いますっていうので、なのでそういう意味でなんか研究の世界に成田先生が戻るっていうのが一番社会のためなんじゃないかなと思いますけど、はい。ヒゲさんから来ました。あ、ヒゲさん。ヒゲさん、なんか日曜日の、まあ終わったんじゃない、前でやってんの、簡単に社員をクビにできる法律、かっこ人材の流動性を高くするに変えて、生活の保障もし、また利益が薄い会社を潰して、会社の経営者にも生活を保障しつつ、職を失った社員はお金のある大企業に行ってもらったほか、経済が循環して社会全体が良くなると思います。政府や企業経営者はそれぞれ今できることは何でしょうか、またこれらは解決するんでしょうか。まあ、いきなりあのタイトル回収からいきますけど、タイトル回収、タイトルが余裕のない会社が潰れると国の生産力は上がるっていうのにしたんですけど、で最近ようやくブラック企業が潰れた方が社会のためになるよねは割と理解されて始めたと思うんですよ。でまあブラック企業とは何ぞやっていうので、その残業代を出せないような会社っていうので、で残業代を出せないような会社に働いている人たちっていうのが結構いて、でそういう会社が潰れてしまったらその失業してしまうと、で失業してしまう人たちがかわいそうだから、残業代を出せないような会社でもなんとか残した方がいいよね、雇用を守ってた方がいいよねっていうのが多分5年前ぐらいまでは言われてたと思うんですよね。特に飲食業とかで割と多いんですけど、その居酒屋とかやってると、まあその夕方から12時過ぎまで開けてるので、そうするとなんか16時から24時営業、仮に営業時間が16時から24時だとすると、そうするとその仕込みとかもあるので、やっぱ15時ぐらいから来て、で、店終わった後24時とかでも、なんか掃除したり片付けしたりとかで、やっぱり25時とかになるので、その8時間労働で、その1ターン、8時間労働だけで営業時間を終わらすの不可能なんですよ。なんですけど、店長っていう人は、もうなんか8時間プラス残業1時間みたいなので、もうずっとやり続けるのが当たり前だよね、みたいな。で、本来であれば労働基準法的には、8時間労働した場合、1時間の連続の休憩を取らなければならないってことになってるんですけど、まあ営業時間中に俺1時間休むわっていうのができるわけないので、休憩時間も取ってないんだけど、取ったことにされてしまうっていう状況で、まあやり続けるって飲食店が多かったんですけど、で、それさすがにまずいよねっていうので、割とそのなんかブラック企業対象を某大手居酒屋さんとかが取ったりしてて、で、最近はもうあんまり聞かなくなったんですよね。で、逆にその飲食店とかってもうなり手が、要は働き手がいなくなっちゃって、やっぱブラックの印象が強くなりすぎちゃって、なのでその飲食店自体も結構潰れて、で、ちゃんと残業代を払ったり、時給の高い居酒屋とか、まあ、飲食店ばっかりが東京は残るようになったっていう状況ではあるんですよ。他の地方知らないです。はい。っていうのがあって、結局そのブラック企業をなくしたら雇用がなくなってその人たち困るんじゃないかっていうと、別にそんなことはなくて、ブラック企業が潰れた後にまともな飲食店っていうのが普通に世の中出回って、でそのブラックの居酒屋がなくなるから、じゃあ東京から居酒屋がなくなるのかって、そんなことはなくて、普通に残業代を払う普通の居酒屋が増えたっていうだけなんですよね。なのでその残業代を払えないような会社っていうのはなくなってくれた方が、結果として残業代を払えるお店ばっかりが残って、従業員も残業代をもらえるから嬉しいよねっていうことになりましたっていうので、で、最近そのアベマプライムで、ちょっとその議論になった話なんですけど、若い女性を雇いません。うちの会社では雇いませんと言っている、女性経営者の人がいて、で、それがいかがなものかっていうので、一応そのアベマプライムのそのニュースのところで取り上げることになったんですけど、で、あれも本質的には一緒で、その、
まあ、居酒屋の場合、その8時間の営業時間なんだから、1時間の休憩時間なんか取れるわけねえじゃねえかと。そんなん取ってたらやってらんねえよと。なので、休憩時間取るようなやつは雇いたくないよねっていうのが経営者の考え方だったんですよ。で、今起きてる問題っていうのは、若い人は子供を産んだりして、産休とか育休でいなくなってしまう可能性があるので、そういう人を雇いたくないっていう経営者側の、まあ、どう、いや、効率のいい労働者ってこうだよねって話で、その、サービス残業してくれる労働者とか、有給を取らない労働者とか、休憩時間も働いてくれて、そのなんか休憩時を取ったという法律上してくれる人みたいなのは、労働者としてはすごく嬉しいって話だったと思うんですけど、いやいや、それは違法だからやっちゃダメだよねっていうので、まあようやくそのサービス残業的なやつは、やっちゃダメだよねが認識として広まったと思うんですけど、で、その、産休育休になるから女性を雇わないというのも、ご存知ない方いらっしゃるかもしれないですけど、違法なんですよ。一応男女雇用機会均等法っていうのがあって、その、性別を理由に雇用しないとかっていうのは違法ですよって法律で、で、その産休とか育休を上げたくないから女性雇いたくないとかも違法なんですよ。で、確かに、その、若い女性産休とか育休を、全くと、その取らせない会社と、産休育休バンバン取らせますっていう会社が、その社会の中で同じ仕事をしてた場合に、産休育休取らせる会社の方が、やっぱりその仕事をできる量は少なくなっちゃうんですよね。で、じゃあその二つのか、その産休育休取らせる会社と産休育休取らせない会社の両方が価格競争を始めた場合に、産休育休してるので人が少ないです。なのでやれる量も少ないです。で、もう一つの方は、まあ、ひたすらその産休育休取らせないうちにバシバシ働かせるから、まあ、その生産量高いですっていうので、そうすると、産休育休をちゃんと従業員に取らせてる会社が負けて潰れてしまって、産休育休取らせない会社が生き残るよねってなっちゃうんですよ。だっていうのがあるから、まずいよねと。なので、どっちの方が効率よく経営できますかって言ったら、それは文句言わないで休みも取らないし、低い給料でずっと働き続けるロボットみたいな従業員がいた方が、経営効率いいよねは、もちろんそうですと。なので、その、経営者としては、なんか現実を見てとかいいんですけど、いや、現実見たら確かに文句言わないで働き続ける労働者いた方がいいので、でもそれやっちゃダメだよねっていうので、ちょっとずつ社会良くしましょうっていう話なんですよね。はい。で、まあ、その、要は、そういう形で、その、多少ブラックなのとか違法なことっていうのを会社が、じゃあ、なくなってしまうと、その会社で働いてる人が、働き先がなくなってしまって、まあその困るじゃないかと。失業者が増えるから困るじゃないかっていうのが、まあよくある理論なんですけど、で、一応まあタイトルに戻るんですけど、その余裕のない会社が潰れて国の生産力が上がるっていうのなんですけど、まあ例えばじゃあ、ハサミを作る会社っていうのが日本の中で2つしかありませんでした。で、その会社っていうのは、こう、ハサミ作って、で、なんか日本中のなんか100円ショップとか文房具屋さんとかに卸してますと。で、今、ハサミ作ってる会社って、ひたすら働き続けて、作れば売れるという状況ではないと思うんですよね。ある程度作って、ある程度売れる量というのも決まってるので、大量に作れる、もっと多く作るという余力はあるけれども、もっと多く作っても、売ることはできないよねっていう状況だと思うんですよ。もっとあれよ、知ってるよ。いや、仮にね、日本の中にハサミ会社が2個あったらって話をしてて、別に日本の中にハサミ会社が2個しかないですって話はしてないです。で、一個が、じゃあその産休も育休も与えないっていうハサミ会社で、で、もう一個が、じゃあ法律通り産休も育休も与えるよっていう会社ですと。で、その場合、ずっと競い合った場合に、やっぱり産休育休を与えてる会社の方がどんどん不利になるんですよ。で、じゃあその産休育休を、なんか与えてる会社は、その不利になるから良くないよね。じゃあ産休育休を出さないハサミ会社、一個だけにして、産休育休をちゃんと出す会社を残して、産休育休を出さない違法な会社を潰しましょうってなりましたと。で、社会の中でハサミ会社が一個だけになりました。で、その場合って、そのハサミ会社の生産量がまず2倍に増やす必要があります。もう1個の会社が潰れたからね。要は1億人分のハサミを作ってた会社が2個あったのに1個潰れたから、じゃあもともとは1個1個で5000万ずつ作ってたとするんだけど、もう1個の方がじゃあ1億を作らなければいけません。そうすると1億分のハサミを作ることになります。そのためにまず、その育休産休を出す会社の方で、その潰れた会社のハサミ職人とかが雇われるようになるんですよ。
要するにその生産量は1億人分を作るっていうので変わってないので、なのでその潰れた会社の従業員を雇うことで1億人分のハサミを釣ることになります。で、もともと産休育休をきちんと出してる会社が売上が2倍になることで従業員を入れてももちろん産休育休も出すことできますよと。で、売上2倍だから利益も多くなってるので、じゃあ昇給も可能になりますよっていう形で、日本全体に出回るハサミの量は変わらないけども、その幸せな従業員の量は増えるんですよ。で、ただじゃあその元々じゃあ10人10人でやってましたと。で、あの 10人いたブラック会社が潰れて、で残りの10人の頃が5000万で作ってたんだけど、まあ1億作るのにプラス5人でいいよね。要はその人間が作り続けるわけじゃなくて、ロボットとか機械とかを作ってハサミを使うので、1億個分のハサミを使うのでも作るのでも15人の従業員でもなんとかなるよねという場合であると、5人失業者が社会に生まれるんですよ。で、この社会に生まれた失業者が悪いよねという論調が割と日本の中では生まれがちなんですけど、20人いないと作れなかったハサミが15人で作れるようになりました。ということは、貴重な労働力が5人分余りましたっていうことな。今その日本って労働力が足りてなくて移民を入れなきゃいけないよねとか、あとなんか高齢者も働かせなきゃいけないよねというように言われてる業界もあるんですけど、失業者が5人いるということは、その労働力を使って別のものを作ったり別の業界で働くことも可能なんですよ。なので、その失業者が5人っていうのは社会にとって悪いことではなく、手の空いてるやつが5人生まれたんだから、じゃあこの5人に別なことさせようぜ。で、その5人がたまたま別のことをしました。例えばじゃあ、そのハサミの技術を使ってなんかすごいおしゃれな飾り包丁を作りました。で、その飾り包丁はなんか日本では全く売れないんだけど、なんか海外の人に大受けみたいなね、なんか見た目が日本刀っぽい包丁みたいなので、まあ料理に作るんだったら全然使いづらいんだけど、なんか日本刀っぽい包丁だからいいよねみたいなことで買ってくれる外人の人がいますってなると、その5人はその勝手になんか日本人が誰も買わないようなものを作って、その結果外貨を稼ぐことになるんですよ。そうすると日本中でハサミは普通に売れていて、まあ、あのちゃんと生産量も1億個分作られていて、でその5人は別のもので外貨を稼ぎましたっていうことで、結果としてその日本国内で作られたその価値お金とかは増えるんですよ。なので、その失業というのが、その失業イコール悪いこと、失業している人がいるのは良くないっていう考え方が僕はちょっと間違ってると思ってて、その失業した人がいるんだったら、その生産力というのを別に向ければいいんじゃないのっていう話だと思うんですよね。で、そのカツカツな会社っていうのが、まあ、例えばじゃあハサミで2社って話をしたんですけど、じゃあその今度ハサミ工場みたいなのが2社じゃなくて10社だった場合。で、10社で1つの会社が10人ずつ雇ってました。要はその1億人分のハサミを作るのに10社のハサミ会社があって、1社が1000万人分ずつ作ってますみたいな。で、っていうのでやるともう価格競争になっちゃうんですよ。で、何が今の状況がその日本が不景気なのかっていうと、そのまあ、例えばじゃあダイソーで100円で売っているハサミを、じゃあ1個この50円で日本人が作ってるとすると、中国の会社は1個30円とかで作っちゃったりするんですよね。で、なんでそれができるかっていうと、要はその日本の従業員っていうのは、まあその残業があったら残業代払わなきゃいけないし、怪我をしたんだったら怪我をしたということでクビにすることはできないので、じゃあ怪我をした人なりにその会社の中で働く仕事を見つけてもらわなきゃいけないし、で、もちろん産休育休があったら産休育休出しますよと。で、その後もそのなんか年金とか社会保険料とかっていうのも払わなきゃいけないので、その会社として負担する金額も大きいんですよね。で、まあもちろん給料もまあ一人当たりさすがに手取り20万ないときついよね、みたいになっちゃうと、そうすると、その人件費ベースで考えると、やっぱりどう考えても1個のハサミを50円以下で作るのはできないよね。要は50円以下で売ったら赤字だよねっていうところが、で、中国の会社って、その、怪我をして働けませんって言ったら、もう次の日クビとかなんですよ。働けないやつ雇う必要ないでしょっていう。いや、まあ、経営者的な感覚としてはすごく、まっとう合理的だと思うんですよね。そういう経営者感覚を持つ方は日本にもいっぱいいらっしゃるんですけど、働けないやつなんか雇う必要ないじゃん。そうするだけでしょ。いや、そうなのよ。そうなんだけど、日本は一応、怪我してる人は雇い続けなきゃいけないっていう法律があるんですけど、まあ、中国はそういう法律がないと。なので、その、働けない人を雇う必要もないし、で、社会保険料みたいな形で、年金みたいな形で別にお金を取られるというのもないので、で、さらに月給5万円出せば喜んで働いてくれる人っていうのは中国の内陸部とかにはまだまだいるんですよ。
そうすると社会保険料とかもないし、怪我してる人のなんかあの給料出す必要もないし、年金も払う必要ないので、ものすごく安く物が作れるんですよね。で、100円ショップに、じゃあ、おとろしますって言われたとき、100円ショップで売ってるハサミが、日本製なのか中国製なのかっていうのを意識する人っていうのはほとんどいなくて、単に、あ、100円のハサミがある、買いますって終わりなんですよ。その100円ショップの中で、中国製のハサミ100円です。日本製のハサミ200円ですっていうので売ってたら、まだ日本製のがいいかなっていうので倍の値段出す人いるかもしれないんですけど、まあ、基本的にはコンビニとかもそうなんですけど、1種類の商品しか置いてないんですよ。コンビニでもハサミ売ってるんですけど、多分1個しかないですよね。っていう感じで、そうすると、もう何製とかじゃなくてハサミが欲しいだけだから、もう中国製でも日本製でも何でもいいんですよ。っていうので、結果として、中国製のハサミが入ってきちゃうという以上、日本でハサミ産業で食っていくことは、ほぼ不可能なんですよ。まあ、その美容師さんが使うような、なんか1万円とかするような高級なハサミは別ですよ。なんかその紙切り職人とか使うようなすごい精密なやつとか、裁縫をやる人とかが使う、ものすごいこう、なんか細かく切れて、ブレないようなやつとか、なんか研ぎ続けたら一生使えますみたいな、あれこういうのは別ね。要はその100円ショップで売られるようなハサミとかっていうのは基本的にもう価格競争に巻き込まれてる商品で、で、それを作ってる限り、日本人は経済的には厳しくなるしかないんですよ。要はその、残業代払ったりとか年金払ったりっていうのをハサミを作ってる限りもう不可能なんですよ。なので、ハサミを作るのをやめて、高級なハサミを作るか、そのハサミを作る能力を使って、じゃあ、その高級な包丁を作るかっていう形で、技術、会社としては技術を磨くか、もしくは、そのなんかその職人さんにめちゃめちゃ金与えて、なんかすごいクリエイティブな、例えばその、鬼滅の刃のハサミみたいなのにして、じゃあ、鬼滅の刃とコラボすることにして、なんか子供がその中国製の100円ショップで売ってるんじゃなくて、鬼滅の刃のハサミ欲しいとかで、で、それが海外でも売れましたとかであれば、なんですよ。という形でどうやって付加価値を増やすかっていう方向で考えられる人か、まあそのめちゃめちゃ鋭利なハサミですけど、何らかの投資だったり技術開発をしたり、その人材投資をするなりして、そのどこでも作られるようなハサミというのを作ってはいけないのですよ。要はその中国で作ってるようなものを、中国が安いから私たち大変なんです、ギリギリなんですっていうのをやってるのって時間の問題で負けるので、もう今すぐやめるべきなんですよ本来は。でも、それをやめてしまうと、その10個あるハサミ工場っていうのが、ほぼ潰れてしまいますと。で、そうすると雇用がなくなるから大変だよねっていうので、もう安い価格で安い給料で、ずっとハサミを作らされてるんですけど、で、社員の人たちも、自分たちはもうハサミ作りぐらいしかできないから、この会社なくなってほしくないよね、というので、ずっとハサミ作ってるんだけど、もう売り上げはどんどん下がるから、で、物価はどんどん上がってるじゃないですか、今。なので、どんどん生活は苦しくなる一方なんですよ。で、これ我慢して解決する問題じゃないんですよ。その2、3年我慢して、なんか突然景気良くなるよねとかって話だったら、まだ2、3年我慢でいいんじゃねえのって話なんですけど、残念ながら、その物価が上がるよね。で、中国製とかじゃ、東南アジア製とかで同じようなものがもっと安く作れるよねというのは、もう世界のその貿易の構造上の問題なので、これが解決するのって、多分第三次世界大戦とかにならない限り変わらないんですよ。要はその第三次世界大戦の時に同じような状況になったんですよ。要はその、儲からんよねっていう国が出てきて、で、儲からないから、じゃあ貿易をするのをやめよう。なので、そのブロック経済っていうのをやったんですよ。俺らグループは、もうこっちのグループから入ってくるもの買わないようにしようぜとか、そのこいつの国にはめちゃめちゃ関税かけるぜとか、で、俺たちはじゃあ植民地を作るから、今その人口が1億人しかいないからまずいんだと。なので、中国を植民地にして、あいつらに物買わせたら、俺たちの物を買ってくれるから、合計5億とか売れるじゃん。じゃあ植民地作ろうぜっていうので、ヨーロッパはアフリカだったりとか、東南アジアだったりとか、南米だったりっていうので、植民地を作ることで消費者を増やすっていう方向に行ったんですよ。なので、あれをやれば、まだその日本の会社が、その他の会社よりも、その他の国よりも、高いものを作っててもなんとかなるかもしれないですけど、もう残念ながらあれやっちゃいけないよねっていうことで、一応国連はなってるので、まあロシアとか中国とかそれを崩そうとしてますけど、でもさすがにそれをやらないとすると、まあ、その他の国で作れる安いものを日本で作っても無理だよねっていうのは、なんかもう結論としては分かってる気がするんですけど、ただあんまりなんかそれを表立って言うと、まあその雇用がなくなるとかで、そのなんか失業した人はどうすればいいんだみたいな話になって、なかなかこう話が進まないっていうのが、日本が今ずっとこう繰り広げてる同じ問題なんじゃないかなと思ってるんですけど、
ただまあさあの最初に言ったようにそのブラック企業とか残業代出さないとか潰れた方がいいよねというのが、まあ、ある程度成立したので、まあ、時間の問題でそのもう要は儲からない会社というのは存続していること自体でその社会にとってその貴重な労働力とか生産力というのを搾取していて損失その社会にとっては害悪ですよっていうのが理解してもらえる時期がもうちょいで来るのかなというふうに思ってたりはするんですけど、刺激的な娯楽って何でしょう。この際娯楽じゃなくてもいいです。あの辛いものをめちゃめちゃいっぱい食べるっていうのをやるとあの冷や汗をかいてあのなんか血圧が下がってあの体調が悪くなるっていうのもあったりするので、なんでそうやってあの辛いものってギリギリを挑戦するとあの辛いものに耐性がつくんですよ。で辛いものに耐性がつくっていうその自分が成長してる感っていうのもあるんですけど、あの一線を超えると体調が悪くなるっていうのもあるので、なのであのそこら辺をあのギリギリ頑張ってみるといいんじゃないかなと思います。医療職ですが安楽死について、あ、これもうちょいでってまだ表示されっぱなしだったんだ。医療職ですが安楽死について賛成派です。否定派と話をした時に積極的安楽死と消極的安楽死を混同しているなと感じました。アメリカでは人工中絶禁止の動きもありますが死よりも苦しいせいもあると思います。否定派は命を粗末に思っているだとか生きたくても生きられない人がいるとか私には理解できません。死の選択や概念はこれからどのように変わっていくと思いますか。まずその死にたくない人が安楽死というシステムがあると殺されてしまうのではないかというその心配をしている人がいるっていうのがまず前提なんですけど、でスイスの安楽死の場合は2人以上の医師から安楽死の診断書がもらえないと自殺できません。確か今その一人の医者の場合であればそのなんか思い込みとかもあるかもしれないから一応もう一人の医者が見てさすがにこの人はそのもうあの頭おかしくなって言ってるんじゃなくて本人の意思で死にたいというのがあるよねっていうのがその精神科医と相談して精神科医が合格点を出した人しか安楽死にならないので、なので自分は死にたくないと思っている人がなんか周りから安楽死しろよって責められて安楽死になるとしてもその精神科医に二人相談してる時にいやいやこの人本気で死にたいと思ってないよっていうことになっちゃうので医者の診断書がもらえないので安楽死できませんっていう仕組みがあるので、そこら辺のそのこういう仕組みがあって死にたくない人が安楽死にされるということはないよっていうのをちゃんと説明した上で話をするべきなんですけど、そこの要はあの消極的な安楽死、要はその自分は死にたくないのに安楽死に追い込まれてしまうっていうのが起きるんじゃないかって思う人に対して仕組みで起きないよっていう説明をした方がいいと思うんですよね。で、生きたくても生きられない人がいるとかってもう全然関係ない話なんですよ。生きたくても生きられない人がいたら、ああそうですか。でも今は死にたくて死にたい人の話をしてます。なので死にたくて死にたい人が死ねる権利を保障するべきかどうかっていう話だよねって話で、その命を粗末っていうのであればそれは自分の命を自分が決めていいのかって話で、で安楽死の制度がなかった時に人はどうするかっていうと自殺をするんですよ。なので今日本でも年間2万人ぐらい確か自殺してるんじゃないかな。で、一応その年間2万人自殺してて、で、事故で亡くなってるっていう人も、実際その、いや、行方不明とか事故で亡くなってる人も、実際自殺じゃないのっていう割合はもっと高いんじゃないかって言われてるんですよ。いや、その、海で死んだ人が上がった時に、自殺かどうか分かんないじゃないですか。なので、事故かもしれないよね。まあ、その死因不明なんですけど、まあ、多分半分以上自殺だと思うんですよね。その海に飛び込んで死んだっていうのが。っていうのもあるので、なので自殺本当はもうちょっと多いと思うんですよ。っていうので、でもそれは自殺してるので、なので今でも自殺は多いので、命を粗末にしている人は今でもいます。で、その人たちが電車に飛び込むと迷惑じゃないですか。で、ビルの屋上から飛び降りて、その下にいた人が巻き込まれて死ぬとかっていうのもあるんですよ。僕の姉の友人の親が上から飛び降りた人にぶつかって死んだんですよね。で、母子家庭になったのかな？っていうのもあったりするんで、安易に飛び降りる奴がいるよりは安楽死の方がマシでしょっていう話に持ってけば、まだ説得しやすいんじゃないかなと思うんですけども。はい。というわけで、まあ、
そのアメリカの場合はそのなんかの中絶師の問題とか、まあまたそれはそれでめんどくさいんですけど、なのでその他人に迷惑をかけて死ぬやつと、迷惑をかけないで死ぬやつ、どっちの方が良いですか？で、迷惑をかけて死ねばいいじゃんっていうので、じゃああなたのお子さんの上に飛び降り自殺の人が落ちてきたとしても、納得できるんですね。あ、全然飛び降り自殺でよかった、息子死んでよかったって思えるんだったら全然いいと思うんですけど、安楽死があったらあなたの息子は死ななかったかもしれません。どちらが良いでしょうっていう話にすればいいんじゃないかなと思います。はい、酔っ払いの小言です。すいません。34歳上場企業で年収1000万円、妻と2人の娘がいて、住宅ローン5000万円、貯金1000万円。え、あの、貯金1000万円を、あの、住宅ローンの、あの、その返済に回した方がいいですよ。あの、どんなローンも、あの、前もってその返済って可能なので、貯金の1000万円分、あの、返済したら、その分利息払わなくてよくなるので、その1000万円はさっさとあの、ローン返済に回した方がいいですよ。新卒で小さな不動産会社に就職した後、転職3回して今の職場にたどり着きました。仕事内容も収入も生活も満足してますが、今の部署は会社の底辺と言われる部署で、あと5年もすれば RPA 導入により、スルー対象になると言われて不安です。何かアドバイスがあればお願いします。資格は宅建貸金業 FP2 級くらいです。それなりにこう、あの、資格を取るぐらいの優秀さで上場企業にいるので、あの、仕事がなくなったとしても上場企業って、日本の場合、クビにするのかなり難しいんですよ。なので、あの、他の部署に転換になるとか、あの、なんか退職金割増とかってなると思うので、なので気にせず今のままいればいいんじゃないかなと思います。で、問題は、あの、不安を感じやすいっていうのと、あと、ファイナンシャルプランナー2級を持っているにもかかわらず、貯金を1000万円で放置しているというところが問題です。あの、さっさとローンを返済してください。で、今日のタイトルは、あ、そう、一途さえ得ない人たちっていうタイトルにしたんですけど、あとそう、まあ、ビールの名前かな。なんでこれにしたのかっていうと、あの、一頭も得ずっていうのが、まあ、あの、よくある、そのことわざだと思うんですけど、で、あの、フワちゃんの遅刻の話なんですよ。あの、フワちゃんが遅刻が良くないよねっていうので、で、その、フワちゃんは面白いから売れてるっていう話をしたときに、その、フワちゃんは面白くて遅刻しなかったらもっと売れてるよねっていう反論をする人が多いんですよ。で、問題は、あの、遅刻をしないは一途ですらないんですよ。要はその、世の中に遅刻をしないお笑い芸人で売れてない人大量にいるんですよ。なので、その、遅刻をしないという能力って、お笑い芸人にとっては、ほぼ無意味なんですよ。お笑い芸人として売れるは、面白いが一番重要なんですよ。で、面白くて遅刻しないっていうニトがあったら、確かにいいかもしれませんね、と。で、ただ、多分、フワちゃんは、面白くて美人の方がもっと売れてるんですよ。要はその遅刻をしないというのは、そのお笑いの業界にとってみて、別にそこまで価値はないんですよ。それよりも面白いとか、そのなんかあの、芸能人の2世であるとか、政治家の子供であるとか、そのなんか可愛いとかかっこいいとか、外国語が喋れるとかのが、よっぽど売れるんですよ。まあもしくはハーフであるとかね。なので、その、業界業種によって遅刻ってどうでもいいんですよ。で、その、時間を守れない人は社会人としてどうかみたいな話があるんですけど、その、フワちゃんに対して遅刻を、その時間を守れない人は、その社会人としてどうかって言うんですけど、じゃあ、残業させる上司に対して、時間を守れないのはいかがなものかと思うんですよ。就業時間って決まってるじゃないですか。就業時間外の業務を頼んでるというのは、時間が守れないですよねっていうのを、上司に対して言ってる人だったら、僕は納得するんですよ。お、さすが。時間大事だよね。時間守れるの当然だよね。でも結局、上司とか社長とかには言えないんですよ。で、会議に5分遅れたら文句言われるんですけど、会議が、じゃあ15時から16時までな、つって、16時から5分過ぎた時に、あれ5分過ぎましたよね。おかしいですよねって責める人いないんですよ。なぜか遅れる分には許すっていう謎ルールなんですよ。なので、時間を守るっていうのは、その遅刻をしないのもそうだし、時間内に終わるもそうなんですけど、なぜか時間内に終わるがルーズでも許されるんですよね。っていうのがあって、結局その、あの、上司に言わないとか、そのなんか会議が伸びる分には言わないとかっていうので、本当に時間が大事だと思ってるわけじゃなくて、なんとなく攻めやすい人を攻めてるだけな気がするんですよね。っていうのがなんかあの不思議だなと思ったので、で、その、
あの時間守るのが大事だよねっていう一般庶民の人が多いと思うんですけど、それを本当に守り続けると本当にその一歩も得ない人になっちゃうんですよ。あの社会で時間だけ守れるけど無能な人って大量にいるんですよ、日本は。でも時間だけ守れる人って給料高くならないじゃないですか。まあピザ屋の店員ぐらいですよ、できるのは。なので、あの、本来、その、給料稼ぐものは何なのかっていうので、例えばじゃあ、会社の社長とかって、めちゃめちゃいい金もらってると思うんですけど、じゃあ、会議の時間で、社長が必ず最初に来てるかっていうと、社長が遅れてくるとか、部長が遅れてくるとか、よくあるじゃないですか。なので、じゃあ、部長とか社長は、なぜ偉い位置にいて、給料もらえてるかっていうと、時間を守るよりも、もっと大事な能力を持ってるからなんですよ。なので世の中は時間を守るよりもっと大事な能力があるよねっていうのを皆さん目にしてるはずなんですよ。でもなぜかそれを無視して時間を守るのは大事だよね、時間を守らないやつはダメだよねっていうふうにそのなんか責めてるんですけど、いやいやあなた方一頭も得ずの状態ですよっていうのが僕はすごい気になってるっていう。なのでそのなんか時間守るっていうのがあの他の能力がある人がやりたいんだったら好きにすればいいと思うんですよ。いやその面白くてイケメンな有吉弘行さんが時間も守れるであればおそれはすごいよねって話なんですけど、あの重要なスキルというのは時間を守る以外にあることが業種では結構多いんですよね。あの電車の運転手とかであれば時間守る大事だと思うんですよ。ただ電車の運転手でもなかったら他の仕事の場合は時間を守るよりもっと大事なことってあるんじゃないかなというふうには僕は思うんですよね。はい、というわけで、あの、終わりますっていうところで、あの、ビールがあるんで、ちょっとビールを飲んだ時点で終わりますけど、一応、あの、2時間やったんで、あの、一応予告通り終わったっていうことで、この後多分、あの、こう、ユーゴさんに連絡をして、こう、ブレイキングダウンの打ち合わせがどうだろうってなったんですけど、ただ、あの、今15時なんですけど、あの、こっから僕、あの、空港に行くんですよね。あの、日本にこれから向かうので、金曜日に、あの、GMO っていう会社のイベントに出て、で、その後、あの、土曜日の、あの、埼玉スーパーアリーナで、GMO ソニックっていうイベントがあって、それに出るっていう感じになってます。はい。あの、うちの、その、彼女というか、というかで、あの、うちの、というかで、あの、その、奥さんというか、妻というかって言おうとしたんですけど、あの、うちの彼女の名前がゆかなんですよね。だから、というかはあくまでその、ていうかであって、あの、ゆかを言おうとしたわけではないっていう、すごくどうでもいいツッコミを思いついてしまったんですけど、あの、説明がめんどくさくなったので、はい、今日はこの場所は、あの、その、うちの彼女の元職場なんですよ、GMO が。なので、あの、仲良くさせていただいてっていう感じです。はい。というわけで、はい、お疲れ様です。終わりにします。はい。わかったわかった。はい、すいません。親父ギャグを言いたかったわけじゃないんです。はい。すいません。あの、寒いこと言った風になったのか、すいません。はい。じゃあ、お疲れ様でした。ウィース、ウィース、ウィース。